にちは。ホームランディックの生見京子です。今日は愛媛県の私の建築の師匠ことウィミーホーム松本社長のところにやってまいりました。こんにちは、バムライです。久しぶりですね。久しぶりですね。いやー、これめっちゃ雨降るんですけど、雨じゃなかったらよかったんですけどね。前のコラボの時も雨だったんですよ。いや、俺大体晴れ男なんだけど、絶対雨女だよね。あれあれ絶対雨女ですよっていうことなんですが、タイトルは40代夫婦が建てた建築家の平屋をご紹介です。今日はウィンウィンホームのお家ですね。ウィンウィンホーム、僕の6番弟子ぐらいかな。はい、6番弟子、噂のさなぎがやりましたよ。せーのドン。前回88番で設計コーディネートしたさなぎが、実はこのお家もやりましたよ。やりましたか。今日はじゃあ京子さんにね、チェックしてもらいましょうか。私が1番弟子なんでね、6番弟子のお手並み拝見できます。じゃあ行きますか。行きましょう。じゃあザムライ風に行ってみましょう。ザムちゃんになっちゃった。土地の面積と延べ床教えてください。今回の土地の面積が72坪で、延べ床が28坪の平屋になります。土地が広いですね。愛媛県新居浜市の一等地なんですよね。またこの外観のグリーンが何とも言えないんですけど、これ何グリーンって言うんですか？ちょっとわさびの色っぽく、ちょっと薄めでグレーグリーン。グレーグリーン、なるほど。ちょっとグレーの入った緑色、めっちゃかっこいいです。ここの植栽もまたわさび色の手前にね、違うグリーンが来て綺麗です。やっぱ建築って外交ありきでワンセットじゃないですか。中からももちろん感じたいけど、やっぱり道路からどういうふうに見えるかってめちゃめちゃ大事だなと思うんで、今回もフィボナッチをうまくイメージしてやってます。下の苔がいいですね。めっちゃ綺麗です。山肌イメージしてまっすぐじゃなくて山にするっていうのはね、結構大事ですよね。このひさしめちゃめちゃかっこいいんですけど。これそうなんですよ。6番でさなぎがね、この薄く見せたいっていうので、しかも1枚もんにしたいっていうんですよ。これ1枚の鉄板でいこうかなと思ったんですよね。鉄板だと重さがめっちゃやばいじゃないですか。でこの上の軒天木お椀にしたいっていうので、これ実は L アングル回したんですよ。本当だ、 L アングルで木毛板を止めてる感じで、その上に下地して屋根張ってるんですよね。しゃれてます。これが支えてる鉄骨のポール、このね、斜めめちゃいい。ちょっとエッジを利かすっていうのが建築の今からのキーワードですよね。っていうのがところどころに入ってます。素敵です。これ実際床と天井と上の扉を濃いグレーとブラックに合わせて、ちょっと吸い込まれるような奥行きにイメージしたんですよ。隙間も全部ブラックに塗ってるので、どこがドアかわかんない。それがすごい素敵なコーディネート。素晴らしい。さすがザムライの弟子ですね。ありがとうございます。ではお邪魔します。面白いんですよ、この間取りが。で入った正面は壁だから、アートを飾ったりとか何かオブジェを置いたりしても映えるようにしてありますね。玄関ポーチのタイルもね、すごい考えられてるなって感じがしまして、この入ってきやすいように全部縦ラインのつながってる玄関タイルですね。で入って左側は結構大きな土間収納ですね。 1.5 畳分。ここにピッピッピッとこう服かけて、こっちに靴なんですけど、ロールスクリーン。もうこれで十分よね。でもね、いや十分なんですよね。壁に見えるやんって。このクロスの色に合わすと一体感出て、十分これでいいかなと思いますね。やっぱ扉にすると扉のたまり口がねいるので、ロールスクリーンっていいですよね。便利です。で社長、これめっちゃ面白いですね。棚板、あえてこういうけど、これ全然違和感ないよね。めっちゃいいです。普通はなんかね、白のポリとかねやる感じなんやけど、今回ちょっと和のテイスト入れてるんで、木でやって、気になるんだったらここの小口だけをこの色に合わせてベージュで塗るとかグレージュで塗っても、もしかするともうちょっと素材を消せるかもなんですね。この積層の形が柄がいいなと思って。これ普通の構造材ですか？これ 24mm の構造合板でね、いいですね。ここが1段上がっております。これが生見京子の測ってみたシリーズで、失礼しますとじゃじゃん、3cm 上がってます。本当はこれゼロにしたかったんよ。本当はもうなしでいきたかったけど、なしでいくとどこで靴で脱いだらいいかわからんやんみたいになって、じゃあ30でも50でも上げるってなって、30になったって感じかな。土足とね上足は分けたいので、絶対あった方がいいと思います。そうなんですよ。だからこっからが裸足エリアです。土足厳禁エリアです、はい、でここで一旦靴を脱いで、でね、土間がすごいんです。こっから見る土間からの突き当たりの絵めっちゃ良くない？正面に2つ素敵な正面あって、ボトルツリーっていう植物がめちゃくちゃ合ってるよね、この家に。めちゃめちゃ合ってます。でこの障子もいいですよね。最近いろんなホテルライフのテイストにも必ず輪を入れるようにこうウィンホームにこだわってるんですけど、この障子の明かりってめっちゃ柔らかい光が入ってくるじゃないですか。このポワンと光る感じがいいですね。全体にポワンとね。この照明ってパナソニックのモディファイという照明。モディファイいや、あったよね、もですね。バタフライですね。ね、はい。なかなかいいツッコミですが。さすが一番です。この障子の形もこれもちろんオーダーですよね。昔の障子じゃなくてスタイリッシュな形がいいですよね。障子のまず高さが2メーターですかね、これ。1800です。1.8 メーター。この低さもまた良いです。でこの障子がまたすごいのよ。この間隔が 15.5 センチです。でこの厚みが1センチの部材で構成されております。この深さも大事で、この深さは3センチ。これが多分ね、半分だと全然もっと和っぽくなるんですけど、この縦長でスタイリッシュさも出てるもんね。でこれが開くこともできて、外出たい時はここからちょっとテラスに行けるよっていう障子です。カーテン代わりみたいな感じですよね。そうですね。オーナーさん40代ということなんで、ここでお酒飲んだりバーベキューしたりお友達呼んでねするっていう感じで撮ってます。あそこにちゃんとお友達も座れるベンチ代わりにもなるように高さを調整してうまく撮ってるっていうのもね、結構こだわってますね。ここが土間になっていることによって、外のタイルデッキとこうつながりが生まれて広く感じますよね。でこれめっちゃすごいのやってあるじゃないですか。これなかなかできないんですよ。この穴なんでしょう。パコッと開けてみるとコンセント隠れてます。携帯充電ね。これどうやって蓋作るんかなと思って見てたら、これ見てください。こうやってやってあるだけです。これをくっつけたりしなくていいんですね。おー、なるほど。床材のまま素晴らしい。こういうのは打ち合わせをちゃんとしてもらって、ここにソファー置くじゃないですか。でこれ毎回ね YouTube でも言うけど、結構テレビ見ながらこう充電して携帯いる人多いんで、はい、多分ソファーの近くにコンセントをどこに取るかっていうのをちゃんと打ち合わせね、そうですね、してほしいですよね。床もこれ特徴的です。めっちゃいいでしょ、チーク。これはアンドウッドさんっていうところの商品ですね。チークの柄っていいですね、大人っぽくて。これね、ウォールナットより僕好きですよ。絶対ワーにも合うし、このグレージュのクロスにも合うんですよね。おすすめです。ほいでここがテレビ台ということですね。この背面のオレンジめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。今回6番弟子のさなぎがめっちゃこだわった一つですね、このオレンジ。今の建築のトレンドからオレンジということなので、ここに取り入れられたということですよね。ナイス、さすがです。で上下に間接照明がズコーンと L でこう入っていて、めちゃめちゃ綺麗です。もうこれだけで十分ね、結構夜でわかるよね。だからもうほとんどこの2つつけてないですよね。夜もつけなくてオーナーさん全然 OK っていう。でこのダイニングめちゃめちゃインパクトありますね。さなぎがめっちゃこだわった円卓の、これどこのテーブルなんですか？これオーダーで作ったんですよ。オーダーで作った、すごい。でまたこの照明が、そうなんですよ、インパクト大。まん丸でしょ。これは30万ぐらいする照明で、イタリア製のホスカリーンっていうところの照明。さすが知ってますね。この螺旋状のめっちゃかっこよくない？これはやばい。夜これだけだとめっちゃかっこいいんですよ。この線がまた空間に和っぽさを加えてくれてて、このお家に絶対これを入れたいっていうので、これありきで設計したっていうのもあるんですよ。これまたこれ思ったより暗くないんですよね。下にも上にもライトあるんですよ。だから1個でここのね、食卓のご飯も綺麗に見えるし、上に照らされてるライトがここにあるので、これで線が出て、もう一石二鳥ライトですね。これめっちゃ光るんですよ。めっちゃ光るこれ侍チャンネルじゃないですか。チャンネル登録よろしくお願いします。それからここがキッチンカウンター、ズコーンとここまでつながってますね。まずエアコン隠しありますよね、この壁。エアコン隠しとって取り外してメンテナンスできる。でここなんでこんなふかしてあんのと思うじゃないですか。覗き込んでびっくり。サッシ隠れてます。わざわざこの光入ってくるサッシを目の前に壁作っちゃって、エアコンのところまで奥行きふかしてきて、ダウンライト埋め込んでる、サッシ隠してるで、何重にも役立ってるこの壁。これ昼間の間接照明っぽくね、ライト消してもここからちょっとこう明かりがあるみたいな感じで見せて、ここもさなぎがこだわった一つね。このブルーのタイルってなかなか難しい。空間にどうやって取り入れるのって思うんですよね。しかもこんなに大きい面積なんで、それを違和感なく空間に使ってるってすごいレベル高いと思いますが、ここにオレンジも使ってあるじゃないですか。でオレンジとグリーン、多分サンプル並べたらこれ一緒に使うのって思うはずなのに、うまいことこの空間で調和が取れてるっていうのがさすがだと思いました。すごい。このカウンターも素敵ですね、大きくて。これもオーダーで全部作りました。これ何材を貼ってるんですか？これラワン材で作って、一応チークと同じ色で塗ってるんですよ。この感じ和に合いますね。ラワンとチークの色味ってグレーでも合うしグレージュでも合うし、どっちでもいけるかなと思うんですよね。でこれ造作でいろいろ引き出し作ってありますね。ポイント、キッチンがこちらはパナソニックのキッチン出ましたね。人気の柄のやつ、もやもや調の柄のパナソニックキッチンです。女性にも人気ですよね、このもやもや柄ね。人気ですね。でこれが引き出しタイプの食洗機で、こちらがパントリーになってます。ここにもグリーンが使ってあって違和感ないですね。このグリーンはオーナーさんのお好みの色を使いました。一応見えないところなんで自由にね使っていいよっていうことで、ここに採用させてもらったって感じですね。やっぱりどっかにアクセントクロス使いたいけど、でもこっそり使いたいという方多いので、そういう時パントリー正面は一番いいと思います。では LDK からこの洗面台です。横幅 1.6m のワイド洗面台で、アイカのスタイリッシュカウンターですね。もう定番っすよね。ここのすごいじゃないですか、砲立てもそう先ほどの棚と一緒っす。構造用ご飯使っていると全然違和感ないでしょ。ないどころかいいです。積層の断面がめちゃめちゃ良い。でここもハニカムタイルを使ってて、だけどグレーでちょっとシックな感じになっていていいですね。そうなんです。これ今回同じタイルの色で目にも合わせたんですよ。あえて目立たさないようにさりげない感を出してますね。これって開きますか？これ造作ですか？そこだけは既製品で、こっちは造作してます。そっちは3話の600で。こんな薄いやつあります？スミスミラー。スミスミラーボックス。3話のスミスミラーというものはここのミラーが薄くてとってもスタイリッシュです。すごい素敵。それでこれもあれですか？シナ。神谷のシナっていう商品を、それもチークに塗ってますよ。じゃあトイレ。かっこいいの入っとるな。すごい 1.5 畳ですね。ちょっと広めですよね。広めです。はい、でレプトカウンター入ってますね。これめっちゃかっこいいですよね。かっこいいですね。携帯置きたいとかいうのにこのカウンターあるとめちゃめちゃ便利です。この塩ビタイル僕好きでめっちゃかっこよくないですか、このサビ色ね。これ壁に貼ってもいいですね。実はこれ、ね、L 字で下から上にドーンと貼ってます。あ、ほんまじゃないですか。気づかんのかい天井も折り上げててダウンライトが隠れとると、かなりやってます。でこちらが洗面挟んで反対側ドン、ランドリールームですね。でもう1個扉があります。もう1個開けると脱衣室、1畳脱衣です。それからここを開けるとお風呂ですね。お風呂 TOTO さんですか。 TOTO さんのお風呂です。お風呂を入るときにここで脱いで、でお風呂入ったらすぐここにカウンターあるので、ここでピピピッと来て、で脱衣のカゴをここで洗濯機で洗います。で洗ったものを干拓に入れます。で干拓入れれないものはここでかけて乾かします。ここで洗濯が完結しますね。乾いたらファミリークローゼットがここにあります。ここに3畳のクローゼットあるので、ここで収納します。またこの位置にあるっていうのがすごく良くて、ここもうすぐね玄関なんですよ。だから帰ってきて靴そこで脱いで、上着とか帽子とかをここで一旦収納する。でちょっと部屋着にも着替えられるし、プップップッと身支度して帰り支度してこっちに入ってくることができるっていう帰宅動線目線のファミクロの位置やと思います。そしたらここからここの収納めっちゃ使えるんですよ。奥行き 45cm の収納ですね。本とか来た書類とか大事なね郵便物とか LDK にはね収納が欲しいですよね。結構収納いっぱいあるもんね。ほいでここが玄関に回遊になっています。素晴らしい。実はこう回遊できるようになってるじゃないですか。で40代ご夫婦ということで、もうお子様もね結構大学でも大きいんですよ。だからリビングに入らないで自分たちのお部屋に行けるようにっていうことで、あえてこっちの空間と自分たちのお部屋の空間をこの土間で分けたみたいな感じになってるんですよね。あれちょっとホテルの別邸っぽく各自分たちのお部屋にお休みみたいな感じで入るような感じで設計したっていう。ここで一つ空間が分かれてますもんね。子供たち大喜びですね。これはプライベート感あって、ここが子供室1。大学生なんで好きな時間に帰ってきて好きな時間に出てく時に、ここ玄関すぐそこなんで、もう親御さんの目を気にせずピューッと出てけるので、この場所めちゃめちゃいいと思います。で実はここの壁よく見ると違うじゃない、これ高級飲食店みたいな壁です。あ、そうでしょ。これベンジャミン・ムーアに木くずを混ぜて塗ってるんですよ。これオリジナルで作ったってことですか？そう、オリジナルで作ったんですよ。ちょっと和っぽく見せるためにあえて木くずを混ぜて、ベンジャミン・愛媛ブランドショップで買ってください。買ってください。はい。でここも左右対称のお部屋です。と同じようにこちらもお子さん大きいんで同じような形で使ってもらってますね。お子様が大きいとやっぱりリビング通らないタイプが便利ですよね。これが小学生とかだとちょっと心配になるんですけど、でもあと何年かでもねお嫁に行ったりご結婚されてまたお家建てられたりするっていうのもあるじゃないですか。だからお部屋空くっていう可能性もあるしね。でお父さんお母さんはじゃあいつ帰ってんねんみたいなのあるじゃないですか。けどここに自分たちのスリッパがこう並んでると、あ帰ってるなーっていうのをお父さん方が分かるっていうね、そういう形してますよね。便利。それでここは1段上がっていて、こっからもう一つお部屋があります。ここももう一部屋、ここも同じように使ってもらってます。これが大きさ的に 3.5 畳ということでございます。それからここです。こちらの扉失礼します。ここがもう一つのお手洗い。平屋で今2つ欲しいっていう方結構増えましたね。そうですね、お客様用と家族用とで2つあると便利ですよね。それからさっきのこのお部屋がじゃん、ちょっと大きめのお部屋、こちらが主寝室になりますね。すごいですね、綺麗な壁紙ですね。さっきのキッチンの壁面のタイルと似た色で、はい、このちょっとアースカラーっぽいのが人気ですよね。ですね。師匠、リビングホームのお家めちゃめちゃ進化してますよね。ありがとうございます。もう何年前かな、きょうちゃん来てたのね。もう10年ぐらい前、年以上前なんですよ。私がピチピチの26、27の時に写真見ます。きょうちゃんの10年前の写真皆さん見たいですか。せーのドン。今はもう女性一級建築家じゃないですか。当時はもうギャルっすよ、ギャル。当時は引きこもりオタクからのギャルけども、当時から大人気、スタッフはもちろんね、大工さんとか職人さんも大人気、まあ、今も大人気なんですけどね。もうね、何にも知らない、何にもわからない未経験の私をですね、本当にミミホームの皆さん、社長はもちろんですけど、スタッフの方、協力業者さん、みんな温かく迎えていただいて、本当に私修行に行ってよかったなって思ってます。いや、ありがとうございます。今や第6番弟子までいらっしゃるということで、いろいろな方を育てていらっしゃる建築侍です。ビビホームの施工エリアはどの辺でしょうか。依頼があれば愛媛県全域もう大丈夫なんで、ぜひね、愛媛県の人はウィンホームをお問い合わせください。ビビホームのホームページは概要欄にリンクを貼っておきますので、愛媛県の方ぜひチェックしてください。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ここ脱衣ルームです。じゃあここに入る、脱ぎます、夫婦で入ります、入ったらここでパジャマ着ます、カゴ持ちます、でここに入れます、入れたら洗います、で洗ったら次ここに入れます、入れて終わったら取り出します。ここに入れれないものはこっちにかけます、干しますよね。で乾いたら実はこっちのここにしまいますっていうことで、全て完結できる。黄金の一直線からのますますシリーズ。ちょっとますますシリーズ癖になりますねえ。なりますよ。いきなりすぎても全然入ってこない。ちょっとそれおまけで使ってください。キッチンとかでやってくれたらいいかもしれない。キッチン開けます。お皿出します。炒め、卵焼き作ります。卵割ります。入ってこんでいいんですね。じゃあこっち行きましょうか。次、はい。